はい、皆さんこんにちは、のぺんです。飲みながら野望申請やってましょう。さあ、前回はこちら、四国のさらなる制圧に乗り出していきました。で、結果四国の大部分をゲットすることができまして、これなら四国統一も目前なのではないでしょうか。さあ、ということで引き続き豊臣攻め頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。で、豊臣家が30万の兵で出てきますね。え、結構遠くからも兵出してくるな。うわ、うぜえ。もう人ってそんなにいるもんなの？まあ、とりあえず、豊臣家が攻めようとしてるのは、まずは、秋城、そして、白地城、もうすげえ。どんだけ攻めの手緩めてこないね。で、伊達政宗様が殿に疑念を抱いてる。もう、こいつも、野心高すぎるわ。で、天神山城緊急修復完了。なんとかならんかな。伊達政宗よ、話を聞きなさい。まあ、与えられる家宝ももうねえんだよな。官職とかどうよ。いやー、伊達政宗に与えられる会ないのか。縁組、これとかどう？伊達よ、伊達よ。伊達政宗よ。いやー、縁組もできない。はぁ。やばいって。ではでは、蘇合城の方狙っていきましょうか。できればね、この天霧城をね、荒らされたくはないんですよね。この名所、琴平宮を大切にしたい。さあ、頼んだよ。さあ、豊臣を返り討ちにする。で、秋城、修復完了。OK。で、天神山城修復完了。で、天神山城さらに修復完了。OK。いやー、もう修復費がバカにならない。で、お金が貯まったらね、家宝買うから。で、統治療法と、灌漑整備。はい、発令しましたよ。で、金掘り技術も発令しました。OK。で、これでお金が貯まったので、家宝買います。じゃあ、この星滝買うか。はい。で、これを伊達政宗にあげよう。まあ、これでなんとか忠誠を黄色に保てるんじゃないですかね。まあ、なんとか大丈夫でしょう。オッケーオッケー、よかった。ふー、きっちー。はい、こちら、六門線の近いレベル1を発令しました。これは真田殿ですね。はい。効果はこちら。部隊が自制力上にいると、攻撃防御プラス6ですね。はいはいはい。まあ、だから守りに特化した政策になるのかな。ちょっと、いやー、これ使いこなせるかな、わからん。で、現在、蘇合城を攻めていますけども、落とせそうですね。頑張れ頑張れ。もう少しだ、頑張れ。で、17万。さっき30万出したばっかだろうが。で、兵の支援頼むわ。くっそったね。はい、こちら、蘇合城落ちました。ナイス、でかしたー。よし。で、この二人投与できる。まあ、できないですよね。まあ、解放してあげて。で、これ、天霧城は安全が確保されましたね。で、このまま蘇合城の方も攻めていきましょうか。はいはいはい。もう私たちはね、もう止まらないですよ。で、こっちの二部隊も、こっち来てもろうて、さあ、どんどん攻めていこう。できればね、小杉城を取れると、ここ山城だからさ、守りやすいんですけどね。さあ、では小杉城を狙っていきましょうか。天然の要塞手に入れていくぞ。行くぞ。さあ、鍋島夫妻ね、もうずっと仲いいですね。で、伊達政宗が裏切った、最悪。あいつで、秋城破壊。うえー。で、蘇合城は修復。はい、了解。あ、防衛拠点発された。うわ、最悪。いやー、鳥取城取られたか。まあ、しょうがないよね、これは。くっそー。で、誰か撃ち取られてる。くっそー。もうやめてよー。いや、マジで手加減してくんねえじゃん。腹立つわー。ってなったら、もう私も光月城もう是が非でも取ってやろうと思ったら、12万で攻めてくるって。で、白地城も攻めてくるの。もうすんげえ数いるじゃん。いやー、守れるか。いやー、守るんだ。守るしかねえんだ。さあ、行きましょう。で、こちらの防備は十分に、整ってます。了解。
さあ行きましょう、勝負だ。はい、回戦シュピー。負けるなどとは考えない。いやでもうちもな、軍隊多いからな、結構しんどそう。目を賜る。まあ、とりあえず頑張ろう。はいはいはい、さあ行くよ。でまあ一旦こうして、で敵の数を削りたい。まあ言うて向こうもな、1万8000、2万7000、3万いるからな、えぐいね。まあ何とか守ろう。いやーでもな、耐久力もだいぶ下がっちゃってるからきついね。まあ何とか守れそうな感じはするけど。さあ行きましょう。はい、いやほんとに豊臣攻めの手を緩めてこないね。そんなに容赦ない、はい、マジックストー容赦ないじゃん。さあまずは、あーたのツボでこの野郎裏切り者が、だこのそう、これが強いんだよなこいつ。動くべき時は今ぞ。さあまずは一旦、はい変わって、あ一番やりはこちら内田さ三年久。はい、さあ防御力低下で、ちょっと早めにちょっとこの混乱してる部隊を下げさせたいところ。あ無理だな、いやこの部隊死ぬか、ダメだ、くっそー、もう4部隊しかいないじゃん。こう皆の者進むぞ。だがしかし私だって諦めるわけにはいかねえ。でこう、ご命令をくだされ。でこうだ、いざ進め。だいぶ耐久削られるな、ご命令をくだされ。すごいね。で一旦ちょっとこっちこう行って、で、今回から南攻防天海さんもいますからね。900下がって行くぞ。まあ、言うてだいぶ兵数は削ってるけどね。あなんかもうめちゃめちゃ削れてるじゃん、さすが。よし、あちゃのツボでこの野郎でこっからがまたきついな。いや元気な舞台が来ちゃってるからね。さあ南攻防さん展開、南攻防展開さんね、南攻防さん展開じゃないさあ下がって、で真田信忠か。いや向こうも人材が豊富ですね。こうなんか守れなくはなさそう。いかがしましょう、この戦闘にて。さあ頑張れ、で防御手がいいよ、いいですね。よしよしよし、さあ城ももうすぐ壊れるけど、それまでに削れれば。あー破壊、まあしょうがない。で、一旦下がるか。オッケー。で、ここは、はいはいはい。さあ、さあ、門がね、たくさんありますからね。さあ、無駄なんです。お前たちがどうあがこうと、無駄なんですよ。さあ、で、一旦ここ次はどのように。さあ、とりあえず下がってください。あ、オッケー、ナイス！よし。さあ、どうする？で、こうだ。はい。さあ、縄文の範囲に入りまして、で、体力低下うざいな。さすが。いやー、南攻防展開さんが疲れ気味。オッケー、ナイス！よーし、ナイス！すごいなー。さすが山城。オッケー、オッケー。いやー、うち先方のね、混乱持ちがいないから、心配してたけど、全然余裕だと。オッケー、オッケー。よしよしよし。さあ、とりあえず、はいはい、行くで。さあ取り返しまして、オッケーオッケー、ナイス、いいね、素晴らしい。さあでは合戦やっていきましょうか。はい、一切の戦い、鍋島直重 VS 東堂高虎、いきましょう、勝負だ。いやーでも兵数さえぐいな、まだまだきついですね。いや我が方かなりの劣勢だよねえぐいな。まあ何度か頑張っていきましょう。さあ勝負だ、いきます。はい、回戦シュピー、いきましょう。まあ、まずは高台取って、はいはいはい、で向こうの部隊を一部隊でも削りたいですね。でこっちの高台は多分取れないな。こういってこういって、また上がこう。ここで守るか。 OK、 ここで守ろう。でこうで、何としても高台取る。はいはいはい、 OK。で、東堂高虎がどう動くか。よし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 、狙い通りに動いてる。な、助かるわ。さあ一番槍は片倉小十郎。そうだな、まあ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 、まあ、一旦一旦落ち着こう。一旦散る。言って舞台数はね、うちの方が多いんで、ゴズメも多いから、なんとかなるやろ。さあね、はいはいはい、で、こうするか。はい、お菊池を固めまする。なんとか耐えてほしい。
で、こうね、こう、高台。さあ、高台取れ。で、二部隊で矢を居まくれば、おそらくこの二部隊は壊滅するはず。だが、しかし、うちの右翼が持つかどうかはわからん。はい、こう。はい。さあ、いけいけ。さあ、なんとか削れ。削って削って。頑張れ、頑張れ、頑張れ。えぐい、えぐい。きつい、きつい、きつい。はいはいはい。きついけど頑張るしかねえんだ。さあさあさあ、あでもだいぶ削れてるわ。いいぞいいぞ、もうすぐでこの2部隊倒せるわ。いいぞいいぞ、はい頑張れ。はい作戦は頑張る。こう、いやきっちー。さあどうなる。はい、こっちに急戦来た。よし来た。 OK、 よしよし、まずこれで2部隊、返しましたね。 OK ナイス。で一旦そこ休憩できるね。 OK。 いやあー、なんか抜けられているよ。えぐいえぐいえぐい。一旦こうするか。いやこの部隊無理だな。5000こっちで、こっちから、誰か来た。まあ向こうのゴズメですね。で1部隊やられた。で、どっから、あ、こっちから援軍来る。で、こう。あ、来たよ。で、黒田中和さん、こっち。はいはいはい。で、こうですね。で、6000が、まあ、6000ぐらいやったらな。なんとか、なんとかならんか。さあ、頑張れ。さあ、黒田節。この戦場に示さん。で、こっちもめっちゃ部隊集まっている。あーでもこっちの高台来ねえか。まあ、だったら好都合じゃない。こう行って、こう行って、でこう行けばいい。こう、さあお前らどうする。さあ軒口がなくなってしまうぞ。どうすんねんこれ。でこう、よし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 、いいよいいよ。オッケーオッケー。で、このまま。さあ、耐えろ。トトキが耐えれば。いや、でもきつそうやな。トトキがきつそう。で、これ誰？決勝これ、堂々高虎だ。あー、やめた。ダメか。こう。だから、鍋島直していきなさい。いや、えぐえぐ。ふー。耐えろー、耐えろー。今こそ我が戦法により勝機を見出す。結構耐えれてはいるね。さあ乃木口壊せる。頑張れ頑張れ頑張れ。この戦場に示さん。今こそだいぶ破壊してはいる。勝機を見出す時。でこっちなんとかならんかな。頑張れ頑張れ。さあ壊せ、壊せる。もうちょっとももうちょっとも。頑張れ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 。片倉小十郎。何ですと。オッケーナイス。よしよしよし、破壊した、ナイス、オッケー。で次はこっち、これなんとかいけるはず。でこう、でこうして、オッケーオッケー。さあここから削れ、できるだけ削るんだ。さあいけるよいけるよ。さあこの軒口さえ取れば。でこれで、でこの舞台いけるかね。オッケーナイス。さあ稲葉倒した。ふう。で、こちら、黒田武士ですね。助かる。頑張って耐えて。いいね。耐えるね。で、今度、軒口壊して。オッケーオッケー。ナイス。で、こっちの舞台。まあ、こういくか。さあ、とりあえず、軒口を壊すんだ。耐えて、耐えて、耐えて。耐えれる、耐えれる。お前らならできる。で、こっちも。はい。で、決死の心ですよね、それ。痛い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 。ちょっと、ここ行くのはやめよう。ちょっと挟まれちゃうからね。レジン取った。さあ、軒口壊せる壊せる壊せる。オッケー、ナイス。よし、勝ったー。芸術的戦略。まあ、戦術ですね。ミクロでございます。オッケー、ナイス。まあ、しかもこれ、イフ宙が発生する合戦だよね。お使いで。オッケーオッケー。さあ、これで拠点取れますかね。さあ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 。オッケー、
ナイスー。あーで、こう、あー、こう次でも取れた。あ、何ですか。つまり3個のお城取れたんだ。あ、珍しい。いつもね、イフ中だとね、2個くらいがね、拠点せいぜいなんですけども、今回3つ取れたから素晴らしい、ナイス。申し訳ござらん。で、18条にて一気が発生しました。もうしつこいな、本当に。いや、もう本当やること汚いな。いや、もう四国ほとんど一気起きてるじゃん。最悪。すごいね。本当に卑劣な奴ら。で、早めに鍋島直茂も帰ってきて。やばいよ、やばいよ。で、ここで本拠行ってもやっていきましょう。次の本拠地はこちら、友城でございます。まあ、友城はね、育ちきってるんで、あんまりね、まあ、育てるっていうことはしなくていいと思うんですけど、まあ、とりあえず前線の方に近づいていきたい。で、金銭収入ちょっとやばいですね。よし、では引き続き攻めていきましょうか。鳥取城奪い返すぞ、行くぞ。いや、もう鳥取城マジで取り合いなんだよな、ここ。いや、でもここがね、ね、あるとね、すんごいね、守りやすくなるんですよね。で、なんやかんや津山城も今攻められてるしね。ちょっときついんですよね。姫路城破壊、やめろー。で、また大規模な一騎。うわ、マジか、えぐっ。あー、で、金銭収入マイナスになっちゃった。もうまた家宝売らんといかん。もう家宝なくなっちゃうよー。やばい、もう本当に家宝が残り少ないな。金銭収支えぐいな。で、この隅城で大規模な徴兵です。で、鳥取城も多分取れる。で、はい、大型の台風が上陸したようです。さあ、鹿島神宮よ。鹿島神宮じゃない、阿蘇神社ね。阿蘇神社、私たちを守って。で、ここだけで台風が起きた。いやー、災害は私たちの味方なんですね。で、鳥取城取ったね、オッケー。で、誰か打ち取ったらしいけど、まあいいや、オッケー、よし。で、この二人投与、はい。あー、ダメか。よろしいでしょう。で、小西行きかけか。でも、与えられるもんがないからな。なんかあるかな。伊作城の城主。いや、伊作城か、まあ、まあ、20年ぐらいっていいよ。はい、オッケー、よし。かたじけない。で、まあ、この人は解放してあげて。いや、えぐいなぁ。もう、あの手、この手で。もう、一気だらけじゃん。さあ、ということで、今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。のべでした。さよならー。